一緒に住むのやめた方がいいかなと思って。ヒカルの負担も減らすし、そのせーの、スリートゥーワンよし行くぞ。ヒカルです。はい、ということでですね、今日は私一人からスタートということで、オタクにですねドッキリを仕掛けたいと思うんですけども、私たち今は私一人暮らししてるんですけど、二人で引っ越して同棲するっていう約束をしてて、今家とかも結構調べ始めてるんですけど、同棲をやめたいって言ったらオタクンはどうするのか、今日はそれを検証していきたいなと思います。ということで、どういう感じでスタートしたらいいのか分かんないんで、とりあえず自然な感じでなんかやりながら仕掛けていきたいと思います。さあ、うん、家さ、うん、引っ越そうって言ってたやん。うん、どんな感じ？どんな感じ？うん、あれでしょ、夏休みぐらいに引っ越そう的な。うん、うん、そんな感じでしょ。探してるよ。やっぱりさ、うん、なんか一緒に住むのやめた方がいいかなと思って。え、なんで？なんかずっと一緒におりすぎたら離れたくなるかもしれん。離れたくなる？うん。え、なんで離れたくなる？うん、なるの？うん、なんかたまに会う方がいいみたいな。うん、マジで？なんで笑うん？キュウリやめて。え？うん、そんな感じ？なんで？住みたかった一緒に。いや、そうでしょ、そりゃ急にそう思ったってこと？いや、思ってたけど、うん、言えなかった。そう、なんか、オタくんがもう家探してたし、うん、楽しみにしてたから。なんで笑ってるよ。きゅうりちょっと一回早く食べてじゃん。きゅうり早く食べて。うん、いらないよ。怒んないで。いや、怒ってないよ。同棲した方がさ、まあ同棲したいでしょ、俺も。楽じゃない？楽っていうかいいじゃん、そっちの方が効率的にも。いや、でもなんか毎日一緒におったら離れたくなるかもしれん。不安があるってことね。うん、なんか距離感がさ、おかしくなったらさ、うん、ああ、今までと違う、変わるからってこと。うん、まあそうだけど、別になんかそれを怖がる必要もないかなと。うん、たくんがさ、うん、そんなにさ、毎日会わんくてもさ、大丈夫な人やからさ、うん、逆に毎日会っとったらさ、なんか飽きるっていうか、うん、なるかもしれんって思ってさ。ああ、まあそれは大丈夫だね。そんなん別に飽きるとかないし、その心配はいらないと思う。うん、ちょっとちょうどまあ時期的にももういいのかなって思ったり、うん、タイミングとかね、まあ、それも全部含めて、まあ、俺はしたいなって思ってるよ。なんか撮影もさ、いろいろできるやん。うん、だから、いや、でもなんか動画のことは一回置いといて、うん、その YouTube やから一緒に住んだ方がいいとかじゃなくて、 YouTube はそのカップルになった後やん。うん、なんか YouTube やるからカップルになったわけじゃないよ。うん、その先に動画のためにやるんじゃなくて、うん、ってこと。なるほどね。動画抜きにしても、うん、一緒に住んでいいんやったら、うん、住みたいっていう気持ちがあるんやったら、うん、まあ考えるけど。なるほど。いや、それはあるよ、もちろん。その別に YouTube と関係なしで、うん、光ると一緒に住みたいっていうのはめっちゃあるし、うん、普通にもっと一緒にいたいって思うからさ。だから俺は
一緒に住みたいよなっていう、まあ、光が不安なのは分かるけどさ、うん、それは任せてほしいし安心してほしいな、それはね。じゃあもし一緒に住んで、うんうん、喧嘩したらどうする？今一回も喧嘩したことないのに。それはもう仲直りする、すぐ。喧嘩がこれから先ないとも言えないからさ、うん、あったとしてもお互いさ、まあ、言いたいことは言って、うん、謝るんだったらさ謝ってすぐ仲直りして、うん、こうお互いね、なんかまずそれをまあ次に生かすっていうか、またその同じ喧嘩はなくしていけば全然、うん、その問題は大丈夫かなって。俺ももっと頑張るし、ね、じゃあおたくんは何を頑張るの？家事をちゃんと協力してやる、うん、はい、光に任せばっかじゃなくて、はい、自分も例えば皿を洗ったり、はい、食洗機ついてます。食洗機もボタンを押す、はい、風呂は洗う、はい、トイレ掃除もする、はい、でちゃんと掃除機もかける、はい、ルンバです。ルンバのスイッチを押す、はい、でもう全部やるはちょっとあれだけど、その、まあ、協力するできるだけ、はい、やりますか、ちゃんとやる、それをちゃんとやるから見たいな、はい、うん、やっぱ考えて、うん、やって光が言ったらどうする？説得する、いいって言ってくれるまで、認めてもらうまで頑張るよ。落ち込んでんの？うん、まあそんな思ってるって思わかんなかったです。あ、そんな心配してると思ってなかったから、うん、その心配されたら申し訳ないなって。おたくんは別に心配とかはないの？ないかな、うん、まあ光があるってことだからさ、やっぱその心配もこう、まあ今は心配あっていいけど、こう一緒にまあ住んだとしたらさ、心配もなくすし楽しくしていきたいなって思うかな、そのプライベートも普通に、うん、ちょっとマヨネーズちょっとやめて、それちょっと、まあ、おたくんがそんなに言ってくれるんやったら、うん、もうちょっと考えるけど、うん、やっぱやんない方がいいなって思ったら、うん、まあ、もうちょっと時間かかるかもしれないけど、うん、まあ、待つよ、それは全然いくらでも待ちますよ、まあ、ただ俺が言えるのは心配なくすし、光の負担も減らすし、そのもう2人ってなるやん、だからそれもできるだけサポートするし楽しく過ごせるように絶対するからお願いしますっていう。うたくん、うん、ドッキリやねん、ドッキリやねん、ドッキリやねん。今日帰るわ、ねえ。聞いたからね、どうせしたくないって嫌だった、うん、それが心配すると思った、うん、え、そう思った、うん、いや心配すると思ってなかったからぐさってきた、そういうことね、そっかやそういう感じかって思ったの。はぁ、疲れた、うん、ごめん、精神的に疲れた、ごめん、慰謝料、はい、慰謝料どこはカメラ、はい、ということでですね、今回は同棲したくないドッキリを仕掛けてみました。ですが私はですね、たくん以上に同棲をしたいと思っております。なんでやねん、マジで。いや、そうだと思ったけどでもドッキリとは思わなかった、ガチで本当はそう思ってんだなみたいな。あーね、うん、心の裏の裏は、そう、あー、この光が心配すると思いますか？思いましたんですよね光に悩みはないよ人生において悩みはない、ね、確かになさそう悩んだことはない。はい、ということで今回はたくん同棲したくないドッキリ大成功です。めちゃくちゃ笑顔やん。よかったなと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。ということで以上、おたとひかるでした。バイバーイ。 Hey guys からな、よいしょ。